皆さん、こんにちは。ディスクの毎日10分要約塾へようこそ。今日は、ナポレオンヒルの思考は現実化するの要約をします。この本は非常に難しい本ですので、私が読んで、印象に残った重要だなと思ったところをノートに書き留めております。そこを読んでいきたいと思います。今回は3ページありますので、約10分、今日ですね、時間かかるかなと思います。皆さんも一つでも心に残ったフレーズがありましたら、ぜひ留めておいていただければなと思います。では始めます。まず、考える習慣を身につけることが大事だと言っています。考える習慣ですね。で、自己啓発本は何度も同じ本を読み返すことをお勧めすると言っています。ですので、この、皆さんもこの動画できれば、何度も何度も繰り返して、聞いていただければなと思います。本を読む際は手元にメモ帳を用意して何でも書き留めておくと、要は忘れないように書き留めておきなさいと。で、自分の欲しいものを常に考えながら読むと、何を求めているのか、目的というところにもつながるかと思います。何のために読んでるのか、何が欲しいのか、ピンときたところは書いておく、自分に欠けているものや問題に対する答えを探し出す、普段から考えていて、疑問を持ったり、不足しているところ、あると思います。その答えを探し出すんだと。で、自分のために書かれた本だと思う。これは、筆者と一対一対話しているつもりで、自分のために書いてくれたんだと、読むと。そう思って読むということですね。で、次、たった一つのアイデアでも行動に移せば人生が変わると言ってます。行動が変われば習慣が変わり、習慣が変われば人生が変わるという言葉もあります。なので、常に行動への踏み台を探しているということですね。次、考える時間を取りながらゆっくり読み進むと。一冊の本を、これは大事だと思った本をゆっくり時間をかけて読み進むことが大事なんだと言ってます。次、本に示唆された何かを実践してみたくなるだろうと、そうすることで、実践してみたくなるだろうと、自発的にですね。で、一旦まとめますと、自己啓発書を読んで学習することの目的というのは行動することにあると言ってます。ズバリですね、目的というのは行動すること、行動が一番ということも言ってます。読むだけではダメ、考えるだけではダメ、要は行動するのが一番重要だと言ってます。で、ここで5つの原則について書かれてます。1つ目の原則は、はっきりとした願望や目標を持つこと、これがあらゆる成功への出発点です。ここでは読書の習慣化、重要部分をメモし心に刻む、で、永久保存用ノートというところが大事だと言ってます。求め、信じれば手に入れることができる、読書をして、心に刻んで永久保存ノートを作ると。私も今のところ3冊ノートを作ってます。ただこれは私の場合ちょっと一時的に書いているもので、何度も何度も読み返すことが大事なんだと改めて、考えさせられております。次、成功への第2の原則、プラスアルファの努力と言ってます。課せられた業務より多くのことを期待以上に行うことが大事だと言ってます。プラスアルファの努力。次、第3の原則、調和の精神、迷いを力に変えると。調和の精神、これは迷いを力に変えると言ってます。次、第4の原則、信念の現実化、信念の現実化、これは机上ではなく現実的に考えると。机上ではなく現実的であれということです。次、第5原則、自己規律、自己規律と言ってます。6個目の原則、自然の法則、自然の法則と言ってます。すいません、6個の原則でしたね。で、成功達成への順序としては、まず願うと。願い、次に計画し、次に実行し、次に修正し、次にまた実行し、最後達成できると言ってます。PDCA サイクルとかも、一般企業では言われてるんですけども、まず願う、考えて、計画し、実行して、それを修正して、
また実行し、最後に達成するという流れ、順序であります。人間は自分で自分の運命を決定することができると言っています、考え方があなたを変える。まず出発点ですね。考え方があなたを変える。自分から考えているような人間になると。自ら考えるということですね。次、不可能の文字を消す、ダメだと言った時点でも全てそこで終わってしまう、不可能の文字を消す。次、成功とは他人の権利を尊重し、社会正義に反することなく自ら価値ありと認めた目標かっこ願望を黄金律に従って一つ一つ実現していく過程であると言ってます。次、自分が発揮しうる全てのエネルギーを絶対の願望に注ぎ込む、願望は必ず達成すると、信じるということですね。自分が願望を願うことは、必ず達成すると思い続けることが大事だと言ってます。で、この本を読み終えたら、ここで言うと、この動画を聞き終えたら、願望実現の設定からその実現までの行動計画を作ることです。他人の経験や知識を借りると。で、そこで失敗したらまた計画を立て直せばいいとも言ってます。だから、まず願望計画をすると、で、実行すると、実行するためには当然計画がないとできない、計画を作るためには当然願望がないとできないということですね、裏を返せば。で、次、ここ重要なこと言ってます。リーダーになるための条件、11個、ざっと挙げております。ざっと読んでいきますと、1つ目、揺るぎない勇気を持っていること。2つ目、セルフコントロールの能力を持っていること。3つ目、強い正義感を持っていること。4つ目、強固な決断力を持っていること。5つ目、計画性を持っていること。6つ目、報酬以上の仕事をする習慣を持っていること。7つ目、明るい性格を持っていること。8つ目、思いやりと理解を持っていること。9つ目、詳細を認知していること。10個目、責任感を持っていること。11個目、協調性があること。と言ってます。特に私も共感できるところは、リーダーというのは基本的に決断することだと私は考えてます。強固な決断力を持っていること。それと、当然性格も大事ですね。明るい性格を持っていること。これも重要だと私は思ってます。あとは責任感ですね。責任は自分が取ると、人になすりつけないということで、この責任感を持っていることも私は、個人的に重要だと思ってます。じゃあ、ナポレオンヒルは先ほど述べた11個、これ繰り返し繰り返し聞いてもらって、自分がリーダーにもしなりたければ、これを達成するという、願いを持ってもらえればなと思います。で、次、自分の人生を決めるのは自分自身だと。たった一度きりの人生を思い通りに生きようと言ってます。で、リーダーには2つのタイプがあると言ってます。1つ目、部下の尊敬と信頼、理解を集めるタイプと、2つ目、尊敬や理解なしで権力を振るおうとするタイプ。この2つ目の尊敬や理解なしというのは、長続きしないと言ってます。で、先ほどはリーダーになるための条件を示したんですが、次、リーダーが失敗する10の原因というのも述べています。今度は失敗する方ですね。戒めにしていただければと思います。1つ目、精密な思考に欠けること。2つ目、つまらない仕事をしたくない気持ちを持つ。つまらない仕事をしたくないという気持ちを持つ。つまらない仕事もでもやりなさいということですね。3つ目、行動よりも知識を大切にしすぎること。4つ目、部下の挑戦を恐れること。5つ目、想像力が欠如していること。6つ目、利己主義者。7つ目、過激な性格。8つ目、不誠実。これ特に重要だと言ってます。不誠実。9つ目、特権の乱用。10個目、恣意の誇示。この10個が失敗する原因だと言ってます。今締めにしていただければなと思います。次、やりたいことはまず行動によって示せ。ここでも行動の重要性について述べてますね。成功者は素早い決断をするんだと。変更しなければならないときは慎重に時間をかけ新たに決断すると。まずは決断する。
優柔不断なのはダメだと、時間だけが過ぎ去っていくということなので、まずは素早く決断しろと。で、変更しないといけない時には慎重に時間をかけて、まあ、新たに決断すると言ってます。忍耐力があれば必ず勝利を収めることができると、じゃあ忍耐力をつける4つのステップ。1つ目のステップ、燃えるような熱意に支えられた明確な願望や目標を持ち続けること、2つ目、明確な目標を立て、それを着実に実行していくこと。3つ目、親戚、友人、周囲の人たちの否定的あるいは意気消沈させるような意見をさっぱり拒絶すること。4つ目、目標と計画に賛成し、それ以上の人を、友人にすること。激励してくれる人ですね。で、この忍耐力、1から先ほど読み上げた4つ、これがあれば必ず勝利を集めることができると言ってます。で、それに、熱意も必要、それに加えて熱意も必要だと。熱意とは、これを必要、持つためには大きな声で話をする、早口で話す、強調する、間を取る、微笑みを込める、話し方に変化をつける、で、最後に、人生において最も重要な宝、貴重な宝は健康であるとも述べてます。ここで突然は健康ということが出てきてるんですけども、人生において結局最も貴重な宝は健康であると。健康でなければ、まず願うこともなかなかできないだろうし、計画実行することもできないということで、最後に健康の重要性についても言及してます。以上が、本当簡単にようやく私の印象に残ったフレーズをピックアップしたんですけども、ナポレオンヒルによる、思考は現実化するというところであります。一つでも二つでも本当に印象に残ったフレーズ、皆さんの生活にを前に進める、好転させるようなフレーズがありましたら、ぜひとも書き留めていただき、また繰り返し繰り返しこの動画を聞いていただければなと思います。で、私は、YouTube 以外にも Twitter もやってます。1日、10件、程度、ツイートしてます。テレビとか、雑誌とか、YouTube、他の人の YouTube とか本を読んだりして、これは豆知識として、また生活に役立つ情報だなというところをツイートしておりますので、ぜひフォローしていただければ幸いです。では、本日は以上になります。素敵な夜をお過ごしください。ディスクでした。